海上自衛隊の護衛艦加賀の改修工事がそろそろ終盤を迎えようとしています。そしていよいよ F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まります。 F-35B 戦闘機の配備先は宮崎県の新田原基地に決定しました。今回は護衛艦出雲、加賀における F-35B 戦闘機の運用について見ていきたいと思います。世界情勢が刻々と変化する中、 F-35B 戦闘機が今更必要なのかと疑問視されていますが、日本の無人機導入も着々と進んでいます。将来的に次世代戦闘機が本当に必要になるのか、不明確な状況へ向かっているとも言えましょう。2022年12月現在、海自の保有艦艇中で、最大の規模を誇る出雲、型ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀の2隻を改修し、固定翼の艦載機を搭載、運用する計画を段階的に進めています。艦載機としては、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカのロッキード・マーチン社製 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められているようです。日本は太平洋戦闘後、初めての航空母艦の保有が起訴されているというわけです。F-35 ライトニング2戦闘機について、日本では航空自衛隊が通常滑走路使用の A 型を105機、B 型を42機、計147機を調達する計画で、その分の予算化がすでに確定しています。この機体数は、今のところ本国アメリカに次いで、世界2番目に多い数になっているそうです。F-35 ライトニング2に関しては、もともとが、本国アメリカ以外では、各種 F-35 ライトニング2すべてを対象にしてカウントした場合でも、合計調達予定数が100機以上の国は日本とイギリスくらいしかないそうです。次に多いオーストラリアでも72機ということです。イギリスのケースですが、クイーン・エリザベス級航空母艦に2隻、その1番艦でネームシップのクイーン・エリザベスと2番艦プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として B 型のみが調達されています。2015年前後に、イギリスは F-35 ライトニング2B 型の調達予定数を、マックス138機ほどを計画していたそうですが、最近は、高価なこの機体の調達に、ストップがかかり、数を大幅に減らした48機とする可能性が、現実味を帯びてきていると言われています。このようなイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとっては、程度の差はありますが、似たような状況とされます。この転換の背後には、コストの問題だけでなく、今後、ヨーロッパで従来のような形の戦争が起きる可能性は、限りなく低いという判断があったとみられます。だからこそ、イギリスを含む、多くのヨーロッパ西側諸国においては、ロシアこそ最大の仮想敵国という方針に変更はなかったものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲などの兵器数を削減する傾向が顕著だったのです。しかし、2022年2月、状況は一変しました。ご存知のように、2月24日、ロシアが突然、ウクライナへの軍事侵攻を開始したのです。戦争は、未だに終わりが見えません。ロシアのウクライナ侵攻により、地理的にも、ロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力について、大幅な増強を始めた国も出始めるようになりました。ロシア・ウクライナ戦争の世紀という、非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなども、
軍事費の増額を政策として打ち出しました。ただし、イギリスが F-35 ライトニング 2B 型の再調達に動くかどうかは不明です。それでも、イギリス海軍のクイーン・エリザベスを含む空母打撃群は、万一に備えて北海に展開していると報じられましたから、同艦が就役するまでは、保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると思われます。航空母艦クイーン・エリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属ですが、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型はイギリス空軍所属です。さらに言えば、クイーン・エリザベスは、アメリカ海兵隊の飛行隊も収容しているのです。甲板の共用ということになりましょうか。この理由としては、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要と言われる容量に余裕があるということと、今後の同盟国として、アメリカとの連携を深めていこうという側面もあると推測されます。当然、アメリカの強襲揚陸艦でも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められていますが、アメリカは艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織が別です。このことが F-35 ライトニング2機の性質を物語るものということでしょう。イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同様の方法が日本でも行われる予定です。出雲、片護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊所属ということでの準備が進められています。このような運用体制については危ういのではないかという意見があるそうです。というのは、海自は今までは敵潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたはずですし、空自は対艦攻撃を主眼に置くわけですから、この二つの想定が相入れないのではないかという不安です。アメリカ軍であれば、ワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に、艦載機と F-35 ライトニング 2B 型を用いることだけでなく、輸送機として MV-22 オスプレイを運用する体制が整っています。この MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機として有名ですが、胴体が従来から使用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトと比べれば、圧倒的に効率的の機体ということでも知られているそうです。オスプレイというと、沖縄などで墜落事故を起こした機体と連想してしまう方も多いと思いますが、従来の CH-46C ナイトに比べると、移動速度は約2倍、作戦行動半径も約4倍、兵員搭載量は約2倍、貨物積載量でも約3倍相当の能力があると言われる優れものということです。この MV-22 オスプレイを運用しているからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦が迅速で強固な補給体制を構築可能と言って過言ではなく、その作戦遂行能力を著しく高度な効率で発揮できると言われているのです。一方、日本の場合ですが、出雲、片護衛艦を改修して航空母艦化したとしても、空自はオスプレイのような機体は持っていませんから、物資や人員の大量輸送を担うことは事実上、困難と思われます。陸自は、V-22 オスプレイとして、2021年度末の段階で9機保有していますが、今後も、空自は、独自に、こうした機体調達を行う予定はないので、その連携も必要になってくると考えられます。そうなった場合、出雲、片護衛艦等の艦艇は、海自、F-35 ライトニング 2B 型等の艦載戦闘機は、空自、V-22 オスプレイ等輸送機は、陸自と、すべての所属が異なることになるので、指揮命令系統の一元化は、
強く求められるものでしょう。こういった陸海空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考えると、その調整の困難さは想像できますが、尖閣諸島等南西諸島防衛という厳しい現実を考えた場合、どうしても横断的運用の実現は喫緊の課題でしょう。ただしあくまでも試験ですが、まさに航空母艦化改修中の出雲、片越艦2隻と艦載機である F35 ライトニング 2B 型に、運用に関して、あまり多くのものを要求するのは酷ではないかとも思うのです。出雲、片越艦は、2009年、平成21年、8月末に提出された、次年度の防衛予算概算要求で、建造が計画され、海自としては初めての固定翼機運用も視野に入れながら設計されてきたもので、簡単に言えば実験艦という役割が大きいのです。前年の2008年時点で出雲、片越艦には、海自内部では F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を視野に入れていたと言われますが、当時の時代背景では、政治的にも、日本が航空母艦を保有することはタブーとされていました。ですから、海上自衛隊独断で、こうした決定を下せるわけではなく、将来的な F35 ライトニング 2B 型の艦載機化を考えながら、重量や大きさに対処できるエレベータや飛行甲板の使用を盛り込んだということは評価すべきと思います。出雲、片越艦は、航空母艦化改修が終わったとしても、F35 ライトニングの艦内への収容数は10機プラスアルファとされるので、決して多くはありません。しかし、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えると、致し方ないとも感じられるのです。